こんばんは。2022年11月12日、佐藤修一でございます。もうね、夜ですけれどもね、本当に本日ね、47回目の誕生日を迎えることができました。本当にメッセージいただきました。皆さん本当にありがとうございます。まあね、私にとり2000年に広島に、来てからね、というか戻ってからですね、23回目というね、誕生日になります。私はね、カープ初優勝の1975年に福山で生まれて、まあ、すぐに両親について東京行ったんですけどもね、しかしね、小学校時代にはね、もう秋分府中町生まれで広陵高校、今ね、浅見並区にありますね、この広陵高校出身のね、被爆者の先生に担任をしていただき、ね、原爆とカープについてはね、もうしっかりね、叩き込まれました。ですね、高校時代にはね、まあそういったことを背景に福山の大先輩でね、名誉県民の井伏正嗣黒い雨に涙をいたしまして、そして大学時代、当時普及し始めたネットで、浅見並区内の大学や小学校の先生と平和教育についてね、もう交流しました。時々、たまに広島に来てね、お手伝いなんかもね、させてもらったのをね、覚えております。まあね、主にはネットで交流しながらね、ホームページの英訳なんかもね、させてもらいましたよ。ね。そして将来はね、広島から平和を作るための政治家になろうと、志し、大学卒業後、広島県庁に入庁いたしました。ただね、この仕事の中でね、県政がね、組織やね、お金中心でね、県民一人一人が大切にされていないのではないかと、疑問に感じるようになりました。まあね、当時ね、大物県議だった河合案里さんに挑戦するために、2011年に県庁を退職しね、まあ、県議選にね、全くの無所属で立候補したわけです。でも、アンリさんが、当選無効により、ね、行われたな、参議院選挙、去年の再選挙の立候補いたしました。まあ、この間ね、ちょっとね、家庭なんかの事情からね、まあ、広島での活動を諦め、正直言ってね、河合案里さんなんかにね、恐れをね、なしたってのはもう事実ですよ。2014年ね、一時ね、東京に逃げ帰るようにね、戻りね、親の家にね、居候しながらね、就職や新居も決めていました。まあ、しかし、2014年の8月、広島土砂災害2014。このニュースをね、東京でね、テレビで見た私、広島ね、なんとかせにゃいけん。こういうふうに決意しました。もう就職がね、決まっていたね、企業やね、それかね、大家さんにね、本当に頭を下げてね、もう申し訳ないということでね、まだ、ね、引き払っていなかったね、広島の家にね、戻りました。そしてね、災害ボランティアやね、被害のね、状況の調査、知り合いの国会議員の提言なんかにもね、全力をね、尽くしました。そのままね、まあ、広島市周辺の介護施設のね、現場での仕事を、ね、しながらね、政治活動を再開、現在に至っています。ここまで来られたのもね、本当皆様のおかげです。本当にね、今後ともね、本当よろしくね、お願いいたします。まあ、私、佐藤修一。本当に来年の4月をね、広島県議会議員選挙。向けて、無所属で活動しております。まあ、何があっても心配するな。そういう広島をね、作るためにね、本当に、ね、尽力をね、していきたいというふうにね、思います。ほぼね、貯金ゼロで活動中ですがね、このところね、徐々にね、皆様からね、カンパをね、いただけるようになってね、おります。本当ね、本当大変ね、助かっています。私自身ね、お金がなくても堂々と参加できる政治っていうのはモットーとしておりますけどもね。ですからね、従って小学校のね、ご支援でも本当に大助かりになる、そういう活動をしております。従いまして本当にご支援のことに付してね、よろしくね、お願い申し上げます。本当に多くの、ね、いろんな候補者がね、出てね、競い合うということ大事だと思います。前回無投票だった浅南区でね、まあ、しっかりね、選択肢として、私、佐藤修一、仕上げていただくためにもね、付してご協力をね、お願い申し上げます。そして、今後の予定ですけどね、明日ね、地域訪問させていただきます。多分ちょっとね、大雨っていう可能性も出てきてますんで、まあ、ほぼね、雨天の場合は中止ということで、緑やね、梅林の被災地の方も訪問させていただきたいと思ってます。で、11月、ね、17日、木曜日ね、上安駅前からね、各地へということになると思います。
水からね、本当ね、下木の駅前のね、外線とかね、いろいろありますけどもね、12月の4日ね、12月のね、10日ですね、17時から19時、これはですね、広島県政についてのおしゃべり会をね、広島市内のどこかで開催するということをね、予定しております。本当ね、知事選挙たったの 33%。ね、そして県会議員選挙はね、もう、浅見山含めて無投票のところばっかり。ね。まあ、そういう中でね、県議会も知事の湯崎さんの与党ばかりチェック機能全くなしと。ね。そして、広島県はね、課題が山積し、海が噴出している状況ですね。相次ぐ災害への対応とかもそうです。全国最悪の人口流出。そしてね、高速道路双葉トンネル問題とかね。あるいは浅見山区からね、三原市の参拝問題。やらなんか参拝の、浅見南区で問題を起こしたね、業者をね、宮原市でね、許可を出して、それも、ね、水源地のど真ん中、こういうことも起きている。そして教育長のね、忘れちゃいけない感染談合疑惑。もう一体ね、広島県政どうなってるのか、これでいいのか、どうすればいいのか、ご一緒にね、考えていこうではないかということでね、帰国させていただきます。またね、場所が固まり次第にまた、ね、お伝えしますので、伏してね、ご協力をよろしくお願い申し上げます。本当に、今日ね、メッセージいただきまして、ありがとうございます。そしてまたね、私、佐藤修一への活動、本当ね、しつこいと言われるかもしれませんけどもね、カンパを中心にね、ご協力をしてお願い申し上げまして、本日の、放送ね、終わらせていただきます。本日はね、誠にありがとうございました。それではね、皆さんおやすみなさいませ。